完成しましたね。おめでとうございます。でもちょっと心配です。二要求の覚醒で何か起きないか。あの十天将の姉ちゃんのことか。なんかずいぶんこいつが気に入ったみてえだけど。はい、なんだかすごく戦いたがっていたように思えて。まあ大丈夫じゃねえか。こいつなら心配いらねえよ。くたびれたわ。ソーンさん、どうしてここに。久しぶり。あなたたちがここに来たと知って、ついに二要求が覚醒するんだって思うと、いても立ってもいられなかったの。あなたやっぱり気配がすっかり変わってるねえ。化け物になった自覚はある？それとも今でもあなたは人のまま？そんな、何も変わってません。前と同じままです。本当にそう？あなたは私と並ぶただ一人の弓の使い手なのに。また化け物談義かよ。勘弁してほしいぜ。な、姉ちゃん、何がしてんだ？何って、言ったでしょ？覚醒者の力を試すのよ。今のあなたを見て、人がどう思うのか。今のあなたが私をどう思うのか、知りたいの。ずっと待ってた。あなたみたいな人を。もう、待ちくたびれちゃった。ほら、二王宮も泣いてるじゃない。真の力を使いたがってる。待ってください。二人が戦ったらきっと無事では。大丈夫、お互いの力を試すだけよ。獣たちがじゃれ合って相手の力を測るように。おい、お前も本気で相手する気はねえだろ。早くここから。逃げたって無駄よ。私は天性の狩人。獲物の痕跡をたどり、見つけて撃つ。逃げ場なんて与えないわ。行くわよ。あなたの力見せてちょうだい。二要求に認められたあなたの力、見せてもらおうかしら。死にたいか。胸がとても高鳴ります。させ。私は天性の狩人。この一撃は外さない。やりやがったな。出ろ。おや、うわっ。心配はいらん。出ろ。それバックか、バック。いった。神聖カリオットが。お前、俺様にときめいてんだろ。錬成素材にしてやろうか。あの子が見守ってくれてる。カルネージゾーン。ミゼラブルマーダーケース。
ナグマ。さすがね。私は天性のバリア。化け物と呼ぶにふさわしい力を。この一撃は外さない。闇を裂くこの刃、受け。それ私は天性の狩人、この一撃は外さない。させん。てめえ苦戦してるな。見ての通りだ。無茶はするなよ。すごい、もらっていた以上ね。とても高鳴ります。うっせろ。負けてたまるか。うっせろ。俺が切り開く。私がとどめを刺す。うん、ぶったけてや。私がやる。絶対負けないよ。上等来な。伏せてろ、邪魔だ。お仕置きしちゃうぞ。楽勝楽勝。私当然だ。負けちゃったのね。すごい、私負けちゃったんだ。な、大丈夫か姉ちゃん、怪我とかは。あの、どうして孫さんは戦うんですか。理由を教えてください。なんだか孫さんが敵意を持っているとは思えなくて。寂しかったから。昔住んでた町の人は私のこと、私の力とかを知れば知るほど私から離れていって、それが嫌で故郷に帰っても外に移った私にみんなよそよそしくて、私何にも変わってないのに。あ、それは辛いです。でもよ、それとオイラたちと戦うことと何の関係があるんだ。うん、十天衆になってやっと仲間に出会えたって思ったんだけど。ふむふむ。十天衆は十天衆でドライなの。一緒にご飯も食べないの。なんだそりゃ。わかります、その気持ち。私、気空団のみんなとご飯食べるの大好きです。それがなかったら寂しいですね。でしょ。せっかくいい感じのお店見つけて声かけてもみんな自由すぎるの。点で集まってくれないの。せっかく強い人同士で集まってるのに仲良くなる余地もないっていうか。そりゃ仲良しグループってわけじゃないのは分かってるけど、でもなんかこうね。十天衆には女の子もいるけど、旅行行ったりランチしたりそういう仲じゃなくって。女の子らしいことをワイワイやるのちょっと憧れてたんだけどね。普通の女の子らしいこと、そうですね、憧れますよね。勝手に期待した私も私だけど、なんか十天衆ってイメージと違ってて
だから私を化け物扱いしないような強い人たちを十天衆の他に見つけたくて。サンサ、寂しかったんですね。ルリアちゃん、分かってくれるの？はい。サンさん、私たちとお友達になりましょうよ。そう思いますか？ソンさんとご飯食べたり旅行したり、私もそういうこといっぱいしたいです。え、いいの？本当に？だって私、町に住んでる連中が狩人姉ちゃんのことどう思ってるか知らねえけど、オイラたちの団にはヘンテコな連中が山ほどいるからな。慣れっこだぜ。なんか嬉しいな。そう言ってもらえることずっと待ってた気がする。それじゃあ私たちは今日からお友達です。じゃあソンさんを私たちの気空艇に案内しますね。なんかそのまま旅に連れて行っちまいそうなノリだな。え、違うんですか？さっき友達と旅行したいって。私たちのは旅行とは少し違いますけど。いやー、カリオド姉ちゃんも四六時中一緒ってわけにはいかねえだろうし。そんなの聞いてみなきゃわからないじゃないですか。どうですか、ソンさん。うん、行く、一緒に。弓のことなら私に。やっぱりうまく言えないな。シェロカルテってよく思いつくよね、ダジャレ。無理してたんですね。Jiggly here, back with another vid. So this is going to be a review on song or Tuyen, I guess you want to call it. The beauty is somehow that she is an archer by right, but also she has wonderful various debuff and a chance for instant death. The instant death isn't much, but the debuff is what is great about her. Plus, if you're level 45, you can basically get this skill where you can actually cause a damage based on the number of debuffs. Normal attack damage is a force, so she's a force to reckon with. I'll be right back with when she is level 80 to 100. So till then, thank you guys so much for watching. Jiggly signing out. See you guys soon. Bye.